だわね、二人とも。こっちも用意ができたわ。さあ、みんな、いらっしゃい。なんだか恥ずかしいです。いかがですか、タイガさん。こういうドレスは着慣れていなくて。リカは？なあ、シンジロ、リカ可愛いか？イシシシシシシシ、イチョーラ、リカが一番。それは私を見てから言うんだね。どうだい、シンジロ、これが大人の女ってやつさ。よしよし、坊やは見る目があるね。それじゃあ、タイガ君の番ね。プリンセスサミットは女性しか参加できないの。だから、わかるわね。ご名答。着替え終わったらパーティー会場に出撃よ。諦めるな、タイガ。君らしくないぞ。スバルの笑った。
初めて見たよ、お前が声を出して笑うのは。スバルは笑ったのか。そうか、私たち助かったろ。やっばー、キャフキャフ、キスしてあげる。皆さん、ありがとうございます。死ぬかと思いました。とりあえず脱出しよう。ここに石像があるのは分かった。すぐに救出するの。いいものを見せてもらった。君たち、いい魂を持っているな。私か。我が名はツガルビ。以後お見知りおき。せっかく来ていただいたのに帰らせてしまうのは非常に申し訳ない。もう少し歓待させてもらいますよ。あなたたちの霊力を対価としてね。出航したのだよ。これでもう君たちは丘に戻ることはできない。まさに袋のネズミだな、ニューヨーク歌劇団。当たり前だ、戦いの情動であろう。相手のことを知るのは。さあ、貴様たちの霊力も吸い尽くしてくれる。わかった、みんな甲板に出るんだ。逃がすものか。霊力をよこせ。なんだ。タイガ君、迎えに来たわ。早く乗って。
花の色、雪月花。いざ狂い咲き。鉄器撃破以上。さあ、改定の時間だ。
方向氷河。僕の予想を超える戦果。宝珠の花の色、雪月花。いざ、狂い咲き。この世のルールさ、あっけ打ち。罪を償え。バーディクトチェイン。法のもとにお前はアウト。
争う。敵機撃破。Yeah.
この…撃破。敵機撃破。Thank you.
し。操舵室はあっちか。急ぐぞ。このままニューヨークの中心にこの船をぶつけてくれる。できると思うか。貴様たちどうしてここに。中途半端なんだよ。貴様がここに来るのは容易に予測できた。相手の実力を知ること、全ての戦いはそれからなんだろう。ふざけるな。貴様たちの霊力はいらん。私の炎で焼き尽くしてくれる。サジータたちの霊力を媒体にしているのか。スバルは一体二人だけで今のツガルビを倒すことは不可能だと。最後の手段、それはどちらかがおとりになる戦法。その僕が適任だ。いいな、タイガ信じろ。僕がどうなろうとツガルビを倒すんだよ。愚か
まずは一匹目、じっくりと時間をかけて灰になるがいい。タイガー、任せた。あとは君が。そうだ、僕のことは気にするな。やるべきことをやるんだ。貴様も焼き尽くしてくれる。これで終わりだ。お前たちは無力だ。なんだと。スバルは言った。何、貴様まだ喋れたのか。タイガの燃え盛る魂が邪悪な炎に打ち勝つのだ。スバルは賭けに出た。強大なる敵を前にしてこのままでは勝てないと気づいた。最後の望みはタイガー。彼の無垢なる魂に火がつけば勝機はあると。あえて囚われの身となってタイガーに戦いの全てを託した。それが唯一にして最善の方法。バカな、自ら捕まったというのか。スバルは補足する。この話をした本当のお狙いが貴様の注意をタイガからそらすための策略であったことを。何、しまった。スバルさん、失敗いらない。これも計算のうちだから。でも、それに君のことを信じていたからね。スバルは確かめたかった。自分の中に生まれた僕にもわからない心の流れを今なら素直に認められる。この心の流れが僕の心が君の心の除波球を受けて乱されていったんだ。いつなのかはわからない。だが僕は変わっていった。君という存在を認めた時から。タイガ・シンジロ、君は僕にとって何者にも勝る存在になった。不燃焼器よ、天に背きし者どもに炎による浄化を下すのだ。追うぞタイガー。あいつは手負いだ。何をするかわからない。
シータにもリカにもダイアナにも会えないのか。僕がもっとうまくやっていれば。お前たちは無力だ。たった二人で何ができる。おとなしく死ぬ。みんなすまない。私抜きでやってんじゃないよ。リカ復活、ピンチチャンス、これリカの掟。ご無事でしたか。今治療いたしますからね。あんたたちのおかげだろ。助かったぜ。通信ぐらいしろ。もうダメだと思ったじゃないか。なんだよ、私たちのこと心配してたのか。お前は。そうだよ、石のままだったらどうしようかと思ったさ。へえ、すごい。お前は悪いか。いいんじゃないの。私は今のあんたの方が好きだよ。これでみんな仲良しさんですね。まったく、ダイアナはすぐそういうことを言う。恥ずかしくないのか。だからそういうことは思ってても口に出すんじゃない。私が追い詰められているのか。この私が最後に立っているのはこの私だ。戦いは結果が全て、経過など単なる数字合わせに過ぎん。イエスサな生き物だな。私にかなわぬまでも楽しませてみせろ。無垢なる魂、我がニルとなれ。敵
魔将来聖炎照道。霊力制御解除。はあ、見えたかい。そうだと図に乗るな。照準線。なに、さあ、開廷の時間だ。
かな生き物だな。私にかなわぬまでも楽しませてみせろ。無くなる魂、我が似るとなれ。天魔将来、聖炎衝動。あ、もうダメ。まとわりつくな。全ては流れの中にある。無くなる魂、我がに
に？こんなバカな、腐っていたのは私だというのか。僕は安心していたよ。言っただろう、君を信じていると。タイガ進次郎、君は僕たちのポーラースター、指針となる北極星なんだ。そして北極星は指針となるだけではない。常に天空に輝いて道に迷う旅人たちを守っている。そう、今の君のように。いい感じになってるじゃないか。私たちが石になってる間に何かあったのか。内緒だよね。な、タイガ。なんだよそれ、また私たちに隠し事か。まあ、ようやくお前のこともギャフンと言わせられたし、今回は多めに見といてやるよ。そうですね、スバルさん、お願いします。じゃあ、行くよ。勝利のポーズ決め。私たちの居場所、自分に素直になれる町、心の町、心の歌、そうよ、ビバハーレム。なんだかんだ言ってカーテンコールにはプチミントも呼ばれちゃったしね。楽しかったぞ進次郎、また一緒にやろうな。そうですね、私もご一緒したいです。その時はよろしくお願いしますね。それにしてもスバルのやつ遅いな。何やってるんだ。理科暇、新聞ちょうだい。あいよ。リカは本当にクロスワードパズル好きだな。楽しいぞ。R で始まる10文字、なんだ。R で始まる10文字、 REVOLUTION。
レボリューション、革命さ。うわ、だ、誰だお前。スバル、なんだその格好は。一人だけ着飾りやがって。ったくしょうがねえな。パーティーじゃないか。一番美しいと思う服で来るのが礼儀というものだろう。そうですね。今日のパーティーの主役はスバルさんとタイガさんですものね。ほら、タイガ、何をしているんだい。エスコートしてくれないのか。ありがとう、スバル。受け入れたのね、変わろうとする自分を。違うよ、ラチェット。人は皆変わるものなのさ。革命は起こるべくして起こる。僕も例外ではない。これが僕のレボリューションだ。お姉ちゃん、僕ニューヨークになんて来なかった方が良かったのかな。次回、二人のジェミニ。もうテキサスに帰りたい。摩天楼にバキューン。